鮭弁食ったの家帰ったら無性に腹減っちゃって、しょうがないか。朝、人いたのか。え、そう。あ、全然おらなかった。マジで。ごめん、おっちゃん。あれ、マジで来たの。違う、そこが歩道だったことに見えなかった。いや、歩道だったらなかったけど、人いたのは全然。前に車いるなしかなかった。
剣幕で怒鳴られたらしい。その人大丈夫だった。あ、まあ気にしてかな。すごいね。まあわかんない、内心気にしてるかもしれない。まあそういう人なんだなって割り切ったんじゃない。禁止って単語がありますよって言いたくなるよね。まあね。あ、ちょっと消えると若干こんぐらいだったら大丈夫。まあこんぐらいでこれ以上ひどくならないなら平気と信じたい。ちょっと嫌な予感がしてきたきりだねこれ。あ、こんぐらいだったらいいよ。さっきよりは見えるからいいけど、うん、あれぐらいになるとちょっと危険だね。まあね、やだねこれ。ちょっと嫌な予感してきちゃったね。有料道路入り口です。あ、そんぐらい嫌な予感するね。こんぐらいだったらいいよ。あんまチャッターさんないしね。こんぐらいだったらいいよ。行く行く。逆に分かりやすいし、変な運転するやつもいないし。まあ、分かんない、うん、ゼロではねえ、まあ、ずっとあの道だったらも嫌だけど。すごいからやちょっと
してんじゃん、落ち着くの待ってんじゃん、そこで知らんけど、だいぶガラス窓が曇ってるから相当長い時間いたんで、晴れたら帰ろうみたいな。多分でも1日晴れることなさそうだけど、多分今日は夜までずっと雨だった気がする。さっきの短パイクのひどさを見てきたから、これが普通に感じる。まあね、まだ見えるね。そう、全然見えるから、こっちの方が。うん。こっち、なんか全然見えなかったんだけど。全然ね、全然見えなかったね、こっち。何？暗いけど、楽しみ。よいしょ。どうだったっけ？あそこのトンネルっぽいの、アップさせるか。左方向、有料道路の入り口です。うん、これぐらいある方が助かる。何回ここ、何が、え、ちょっと急に消えた、急に消える。で、ここ右でしょ、あれ、もう先か。あ、でも見えるね、こっちなんか。まだね、うん、あっちマジで全然見えない。40年前にタイムスリップだみたいなことだったかもしれない。